本日選挙戦9日目、安倍内閣総理大臣自民党総裁が鈴木隼人頑張れとこれから駆けつけてくださいます。小泉進次郎さんも鈴木隼人頑張れとお越しをいただきました。公示を迎えられることができたことを本当に感謝を申し上げておりますし、またこの9日目に安倍総裁が来てくださること、これは鈴木隼人候補への期待の表れであると同時に、この地域が最優先候補となっているからであります。それは皆さんご存知の通り、どうぞ皆様方のお力、何卒鈴木隼人までお寄せくださいますように心からお願いを申し上げまして、私からの激励のご挨拶とさせていただきます。本日は本当にお集まりいただきまして、誠に皆さんありがとうございます。たった今安倍総理が到着したそうであります。皆さん、総理が到着しました。アダルトサイトにつながり、高額な料金を請求された頼んでいない商品は届いた。ただいま今度お忙しくされた安倍総理が到着をいたしました。本当にありがとうございます。自民党総裁安倍晋三内閣総理大臣よりお伝えをさせていただきます。追加ライデのある場所を除き、皆様こんばんは。準備のご協力をお願いします。私たちの善意を欺き、そして彼らは話し合いを時間稼ぎに使って核やミサイルを開発をしてきたんです。看板を変える人を信用できるでしょうか。皆さん、どんなに厳しくても歯を食いしばって自分の信念、政策を遂行するにはこの道しかない。頑張ってきた鈴木隼人さんです。昔の恋人を宣伝していただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。鈴木隼人、隼人よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。